皆さんこんにちは、助産師を目指すシホンヌです。またこの画角での撮影なんですけれども、少し報告があります。看護師の採用試験落ちてからちょっとへこんでたんですけど、でも少し嬉しいこともあったのでその報告になります。それはですね、 ICN っていう国際看護師協会の主催する学会にポスター発表できることになりました。11月の2日から4日にオンラインで開催される ICN です。2年に1回これまでいろんな国で開催されてきたんですけれども、私はコロナウイルスのパンデミックの影響でオンラインという形になったようです。で、3年生の時から先輩方からアドバイスをいただきながら、他の大学の教授からサポートを受けながら、後輩と一緒に研究をまとめて小6を提出していました。でその結果がコロナの影響でなかなか結果が届かないという形だったんですけれども、ようやく、1週間ぐらい前に ICN で発表できることになったので報告という形になります。日本の中でも、看護学会とか助産師学会だったりとか、いろ母性学会だったりとか、いろんな学会があるんですけど、その学会のような感じで国際的な学会の一つに ICN があります。国際看護師協会のものは ICN で、国際助産師学会の方は ICM だったりとか、いろいろあって、そういうのにもすごい興味があって、学生の時からいろいろ学会に参加してきたんですけれども、今回このように発表できる機会をいただいて本当に嬉しく思っています。で、皆さんにお伝えしたいことは、ぜひ学生のうちに参加してほしいということです。学生のうちから学会に参加するっていうのは本当にラッキーなことだなって思ってます。私も大学1年生の頃からいろんな学会に参加させてもらったりとか、アルバイトみたいな感じでお手伝いさせてもらったりとかしてきたんですけれども、学生で参加するっていうのは勉強をさせてもらうっていう立場として参加しやすいし、参加費も安かったりします。なのでぜひ学生のうちから学会に参加してほしいなって思っています。今回国際看護師協会の ICN で発表する内容としては、日本の看護学生がなぜ国際的な学会である ICN に参加できないかっていう障壁を、調査したものになります。これに関しては大学生にアンケートを取って、なんで参加できないか、経済的理由ですか、語学的な理由ですか、いろんな理由があると思うんですけど、それをアンケートしました。でそういうのを発表して、今後どういうふうにつなげていったらいいと思うか、日本の看護学生や看護職がもっと国際的に活動できるといいなっていう思いもあって、やってみました。なので、ぜひその11月に開催される ICN にもぜひ興味がある方は参加してもらえたらと思います。参加のため その参加登録の手順だったりとかっていうのは、私ももうすでに参加登録はしてるんですけれども、それに関してはこの動画で参加登録の方法だったりとかっていう、国際送金の方法だったりとかっていうのも共有できたらなと思っています。ちょっと自信はないんですけど、できるだけ早めにできたらなっていうふうに思ってます。なのでぜひ興味がある方は思い切って参加してもらえたらと思います。 ICN の当日オンラインでお会いできることを楽しみにしています。報告は以上になります。シホンヌでした。